こんにちは。あ、こんにちは。今日はこちらの仲良し保育園で旬の野菜たっぷりのメニューを紹介していただきます。はい、よろしくお願いします。はい。園では野菜の収穫体験や給食のお手伝いを通して、そして自然の恵みや喜びを体験することで、苦手な野菜を食べるきっかけになっております。野菜を残さず食べることになってほしいですよね。そうなんです、うん、はい。楽しい雰囲気で食べることが大好きな子供たちに育ててくれるよう、栄養士と、あと保育士と調理士と職員が一丸となって取り組んでおります。栄養士の黒坂さんです。今日のメニューの狙いは何ですか？はい、今日の献立は子どもたちが保育園の畑で収穫した大根と菊とさつまいもを使ったメニューになっています。苦手意識のある野菜でも畑で触れたりお手伝いを少しでもすることによって野菜に愛着が湧き、美味しく楽しく食べることができます。また一度食べなかったからといって出すことをやめるのではなくて、繰り返し出すことによって見慣れる、食べ慣れるということを大切にしていきます。では早速調理師さんに料理の作り方を見せてもらいましょう。皆さん、この前のおにぎり作りは皆さんとっても上手でした。手をね、しっかりギュッギュッギュッって力を入れておにぎり作るのがとっても上手だったので、今日ももう一回やってみようと思います。このね、ふりかけは年長さんが
大根抜きで抜いた大根の葉っぱを使っています。なので元気もりもりになるふりかけです。おにぎり最初なんだっけ、何を作るんだっけ、形、キャラクターのボード。大正解。最初ラップをキュッキュッキュッってしててるてる坊主を作るんだよね。ね、はい、じゃあてるてる坊主を作った後に優しくキュッキュッキュッと丸でもいいし好きな形に握っていってください。はい、では早速やってみようと思います。どうですか、美味しいですか。大根さん、じゃあキーフ、キーフかくれんぼしてるのどこだ、キーフ、ね、ありました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 、見つけた、綺麗だね、綺麗だし、あった、お、あった、お、見つけた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 、みんなお手伝いしてくれたんだもんね。お味はどう？お味どう？どう？美味しい！美味しい！美味しいね！あ、見つけたね！見つけた、見つけた！お手伝いしたキックですね！ね、お、なっちゃんどれ？なっちゃん食べてるとこ見せて！ハッチ！なっちゃん！お、なっちゃんは何でしょう？はい、やだやだなっちゃん、おにぎり作り挑戦してます。あら上手、上手、上手、あ、自分でしたいね、今はね、何でも自分で頑張れます。どれ、おにぎりできた、できた、よし、じゃあなっちゃんのお口見ておこうっと、自分で握るとね、おいしいおいしい食べれます。おいしい、おいしい、よいしょ、大きいお口、上手だね、上手。今度じゃあズパちゃんスプーンで食べてみる、これで食べてみる、おでんでも上手だけどスプーンだって上手だよね、よいしょ、おおいしい、はい、お腹しい。